えー、実はです、ね、霧が昨夜からです、ね、出たんですよ、でこの霧がです、ね、だん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 ほら濃くなって、幻想的でしょ、郡山は霧の町になりました、そして今朝にかけてなんですが、だん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 明るくなってきて、さあ、そしてこの霧がどうなるのかといいますと、だん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 晴れてきますよ、ほーらー、お という具合にです、ねえー、今朝の福島県は中通り会津で,です、ね、霧の町になりました何でここまで霧が出たのかというと朝、冷え込んだからです、ね、湿気た空気が冷えた空気にさらされてそして霧になって出てきたということですすす、えー、これ明日朝もです、ね、発生する可能性があります空予報です。 このの後なんですが一雨ですね、えー、浜通りやそして会津中通りの北部中心に今夜、にわか雨がありそうですで、えー、雨が降って水分が多いものですから空気中、明日朝です霧がですね出そうなんですね、えー、しかし日中は青空も少し顔を出すということで、えー、明日は天気の大きな崩れはありませんし気温も20度近くまで上がりますので過ごしやすい陽気になりそうです。